ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、焼きたてパンの美味しさを閉じ込めた冷凍パンを届けている矢野健太さん。私たちパンフォーユーは、パンを食べたい方、作りたい方、売りたい方、三方よしをつなぐサービスをやらせてもらっています。パンでみんなをつなぐサービスってどういうことですか？地域のパン屋さんで作られたパンを冷凍して、個人宅にサブスクでお届けしたり、オフィスにですね、冷凍庫を設置して福利厚生で楽しんでもらうサービスを提供しております。じゃあこれカレーパンです。独自の冷凍技術で美味しいパンを瞬間冷凍、食べる分だけ解凍するとフードロスも防げますね。矢野さんの幸せの種とは？初めてこうパン屋さんのパンをしっかりこう向き合って食べる機会がありまして、こんなに美味しいのかと。結構美味しいものを食べてきたはずなのに知らなかったと。同じような人たくさんいるだろうと。でかつ冷凍で流通させることができるというのを知って始めたのがきっかけですね。美味しいパンのさらなる可能性に期待が高まります。矢野さんが未来に咲かせたい夢、パンを焼いて売れるかどうかわからない、そこを、まあ、冷凍とサブスク、そういったビジネスモデルを活用して、よりこう働きやすくパン作りにこう励めるような、そんな世界を作りたいなと思っています。三方よしのシステムでフードロスを解消。あなたの幸せの種は今どこに？